なにわあ、おい、うわあ、バーチャルマーケット最高。オリンド怖いんだけど、待って、オリンド怖い。おー、飛び降りてくるお前ら、行くな。やっていきまーす。意外とうまくないか。すいません皆さん、あともう一ついいですか。ちょっと待って、ちゃんと今日 VRCJ、V キャット行くんで、ちょっと宣伝させてください。いきなり本読みという三越劇場で今回僕本読みをさせていただけることになりました。今までの出演者の皆さん、いきなり本読み2020年2月から開始したらしいんですけど、ゆうすけサンタマリアさんとかムロツヨシさんとか、前回の出演者が神木隆之介さんもいるという回で、でこの次僕です。なぜでしょ、そのなぜなのよ。超緊張すると思うし、プレッシャーもすごいだろうし、そう、演技上手い人だ、本当に演技上手い人たちばっかりで、いや、おもろくてね、このスタンスが。いきなり本読みっていう題名じゃん。その日まで台本何やるか知らされないの。その現場に入りました、みんなの前に登場します、そこで初めて台本を渡されるんだよね。インスタグラムにもツイッターにも、今固定ツイートにも出てるんで、よかったら来てみてください。僕の俳優としてのでかい一歩になると思っています。 What? はい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 、ということでウェアジェットのコミケ、V キットに潜入していこうと思います。お願いします。通ったらいけんのかな。はい、通ったらいけます。うわぁ、なに、すげぇ、ようこそ。はい、面に、いろいろとワードの映画が並んでると思うんですけども、はい、ブースごとに、テーマが決まってます。デジタル系だったり、はい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 、中華系、自然系、いろいろあります。正面3つちょっと分かれてると思うんですけど、あるね、あそこね、企業ブースだった。あ、ということで、まあ、ぜひもう早速ワールドカップに行きたいという場合は、はい、まあ、どこへ行こうかな。というわけでリスナーさんの皆さんも参加してくれてるのかな。お願いします。楽しんでいきましょう。お願いします。イエーイ、行きましょう。はい、行きましょう。企業ブースが横浜、大阪、ドバイ。この前大阪旅行行ったばっかりなんで、大阪から行きますか。お、わかりました。はい、大阪開きますね。とロード入るとこっちに負荷がかかる。 What the f-、 すげえ。早速物がありますけど、こちらはまあ本当にアクセサリーです。あの、ご自身の体につけていただくことができるので、リスナーさんの方もぜひ。わあ、すげえ、マジすごい、マジすごい。オズやん。え、あれって、あれって東京タワーですか。ちげえだろ、大阪ってんねん。と黙れお前は。チャカチャカチャカ。こちらワールドマップになってる。はい、下に、具体的にどこの企業が出してるのか。ほー、ロート製薬とかも出してるんだ。これですね。私めっちゃ知ってる。すごいな、このワールド。ロート製薬ブースへようこそ。緊急事態発生。レバセイココロです。はい、今日は私のライブに来てくれてありがとう。はい、匂いモンスターを倒せるレオコ薬用ボディクレンズについてご紹介します。はい、レオコ、ぜひ隣のパネルをチェックしてくださいね。オタクは癖ってさ、お前ら気をつけろよ。お、来ましたね。何もないっすよ。オタクは何もない。何やってんの。おお、勝手に踊らされんだこれ。なんでお前が踊ってんだよ。仲間と見応えのあるやつで踊らせろよ。そうだ、これは何。ボディクレンズ、シャンプーとかだ。やっぱオタクがクセってさ。はい、次行きましょう。どんどん行きましょう。これ1個にそんな時間かけば、ダイキンじゃん。おい、最近空気清浄機買ったばっかだぞ。もうやっぱさ、オタクってクセってさ、空気清浄しねえとさ、クセって言われてるぞ。
この空気清浄機エアコン持っていただいて。ああ、来てる来てる。ああ、すごい。え、しかもちゃんとしてる動き。これをこの中に。なんか愛知九博思い出すな。うん。うーわ。すっげえ、マジで。街のギミックはマジすごいな。これか。前ですね、こちら。浜松市ですね。ほう、うなぎ、なにこれ。二人だけエントリーしてやってます、ね。来た。で、こうやって入れるわけだ。ちゃんと逃げるんだこれ。あ、逃げる。え、逃げんだけど。すげえ。ご自由に遊んでください。あ、ふるさと納税とかぶっ刺さるかもね。次、次行きましょう。順路はこっちかな。ポーカーダイスでデュースタンバイ。なんでしょうこれ。え、いるやん。いよりもえが。うん。だ、お、だ、俺出せ、俺出せ。これ呼んでくれ。これなんだ。上にピョンって飛んでくみたいですね。え、ほんとじゃん、すげえ。あれ、これで、うわー、飛んでった。すげえ、これはすごい。あ、たこ焼きコーナーですね。やってくれてるやつがいるな。いいね。お、お、お、可愛いな普通に。俺はもうあいつが好き。こいつ。こいつ。高島よ。あ、ここもここなんか踊ってるわ。それでも戻んない場合はもう個人個人でこいつ手足小さすぎて何も踊りわかんない。全然伝わってきてないよ。お前手足、お前手足短すぎてアロハになってないぞ。こっちかな。わあ、おい、おお、え、どうも
珍しい。靴下。素晴らしい。え、しかもなんかチリもちゃんとしてるね。俺覚えてるけど、これまんまだね。大阪の。まんま、なんだこれ。プロジェクトノブ巨大フォトショップと。わしを巨大して何がしたいんじゃ。痛いのは嫌じゃ。ちょっと待て。このドッキリいつまで続くん。まだまだ。痛いのは嫌じゃ。クリスタルジムだって。ジムが一番気合入ってんじゃん。ノブ企業のこのデカさ。これ何ですか？30人いるとアンロックされる。やった。お、アンロックしたじゃん。頭のピッ、頭の後ろに、頭の後ろに手を持っていくと何か持てるようになってます。なんか出てきた。うわあ、出てくんじゃん。させましょう皆さんで。これはいいイベントだ。30人以上でしかできないんだね。ですね。もうやめろお前。何してんだお前。あ、バチカンが目が覚めた。覚めたで。おお。これ倒さないとダメかこれ。なんだなんだ。討伐イベント。え、何？あ、どこにこう行くの？は？大阪おばちゃん。レイド始まるこれ。大阪おばちゃんどう？え？カニ。カニは何？え、カニ。カニいる。カニは。あいつ誰や？超ド級。カニも敵なのか。大回収バトル始めた。おお、戦い始めた。あ、カニのハサミ。ハサミだって。あ、これ味方やな。おばちゃん味方なんだ。ちょっと未来感じるな、これは。みんなで集まってこのレイド戦できるってのは。あ、なんか、え、なんだなんだ。あ、やばい。たこ焼きを、たこ焼きを。おばちゃん。どこ？これを食べさせていい？後ろ。あ、落ちた。起きた。新しい。どこ？後ろ、右後ろ。あれか。ほら、焼けお前ら。ほら、焼け。タコが抱いてない。ひっくり返それ。お前ちゃんとやれよ。お前ちゃんと待って。お米。ひっくり返せ。それや。オッケー。持ってて。それ何？何飛ばしますって。なんだと？うわあ！これ上に行ける。上に行ってどうすんだ？上に行って俺はどうすればいいんだ？うわあ！どうすればいいんだこれ？ええー！どうすればいいこれ？降りんの怖いんだけど。待って、降りんの怖い。やだ無理。え、よく行けんなお前ら。ええー！行きましょう。怖い！これをこの中に入れるのか？入れてください。俺行け、行った！俺のとこ行け！来た、聞いたぜ！よっしゃ。頑張って。ちっちゃいカニが来よるじゃん。ちっちゃいカニやってくれ、銃持ってるやつ。ちっちゃいカニやってくれ。運べない。水になると後回しになるか。串カツ券どれ？やれ串カツ券で。あ、持ってる。やれ。いけ。こっちにあります。どこ？あれガード。うえ。援護しろ。カニを追い詰めたって。ほら、よこせって言ってる。来た。カニ鍋？何すんの？おいしょー。おカニ、なんかそういうこと？ああ、そういうことね。カニ鍋になった。上に行けないのこれ。カニ鍋になった。いいね、レイドイベントいいやん。
すげえ。大丈夫ね。空がはあ、これ飛ぶとどうなんだ、どこに行くんだ、何お好きな、左からケテル、ホクマ、リナ、ケセとゲブラ、ダートとあります。お好きなものから順に行ってください。え、これパーティーでいいんですか。あ、パーティーを皆さん、まあそれぞれ上下、前後左右にブースが1点ずつ出てきます。あ、なるほど、ね、ほんとこういうことか。え、このアバターを売ってるってことこれ。ピックアップできるって、うわすげえ。あ、持てる。おー、あー、いいです。セーターびきに詰め込みすぎだろ。かっこいいこれ。なんかガンダム、ガンダム性が。うえ、ロマン、ロマン。これも一個一個買える。お前じゃないだろ、お前じゃないだろ、絶対世界観壊すんだよ。猫じゅ、猫じゅ、かわいい。かわいい。あ、ロマンだよ。いやってな。すげえ。これ個人ブースって意味わかんねえな。超似合ってる、もう超合ってる。ジャストフィッター。本当だ。おめえのためのやん。すごい。あ、サニちゃん可愛い。あ、どうも、すみません。俺もちょっと勝ちやみたいな。うわうわうわ。え？何起きてる？え？見て変わったんだけど。なんだこれ。海。うわあ。あ、スカイプ、うん、すごい。何も見えねえや。うわ。すごい。綺麗なんだけど。これ多分真ん中のスイッチで場所が切り替わる。ああ、なるほどね。墨田区行ってみましょう。墨田区。スカイツリーあるんで。ここ墨田区？これがスカイツリーかも。スカイツリーだ。俺らがスカイツリーか。俺らがスカイツリーだこれ。なるほど。すごい。東京タワーの東京タワー。東京タワーありますね。今一人落ちていったけど大丈夫か。飛び降り。おお、飛び降りできるお前ら。行くな。行くな。みんなで行くか。みんなで行くな。ちゃんと海外。あれが東京タワーだよ。あれ東京タワー。おお。俺もともと住んでたのあそこら辺なんだよ。あそこら辺。東京タワーに。変えてみますか、マップを。これで、ね、横浜だね。横浜。港区。うわ、横浜マジ綺麗だな。右下のあれ何あれ。右下でどこ？右下、あ、なんか、すごすぎる。ここですね、なんか大きな建物。これ？なんかドームみたいな。スタジアムっぽいのが。サンドームみたいなのがあった。あ、あれ、あれ、あれだよ。あの、上から見て船があるじゃん。あれ。あそこら辺も、なんか観光地。船実際浮いてんだ、あそこに。うん。どれがおすすめなんだろう。おすすめ、いや、どれもおすすめですよね。特に差があるわけではないので。あ、ちょっと見てみるか。家だ。一箇所分かるのかな。もし私の声が届いてるなら動画のプレイを再生して。え、すごい。すごい。はい。よかった、私の声が聞こえてるんだ。ホッツん？え、すげえ。なんかちょっとホラー感がない、なんか目が赤くて。若干怖いな。確かに。どうで部屋来るわ、怖い。いきなり来そう。あ、怖いな、なんか。稲型を作ってほしいの。ほ？あと、なんだこれ。暗いねんな。あれ、3つしかないの。怖いな。マテリアルで、どうせさ。
プレイリストこれか。面白い。ページ。なるほど。はい。なんか。ええー。え、これあったんだけど。マジで。うっそー。すっごい。入れるのか。あ、すごい。入れんだよ。シティオフシティベル。開発中なんだ。すごいね、この画面に入る体験すごいわ。これは VR ならでは。ゲームも売ってるんだ。売ってますね。何ゲームクリエイターの？任天堂スイッチのゲーム売ってんだね。でも体験できたな。こんな感じのワールドが合計で20種類あります。20あんの？も含めると。これいつまでやってんだっけ？今7月なんで、8月の4日ですね。あ、もう結構やってるんだ。ありがとう、みんな参加してくれて。お疲れ様です。こちらこそ。はい、またね、バイバイみんな。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。すげえな。はい、ということで V ケッツでした。こういう世界があるんだな。皆さんも行ってみてください。お疲れ様でした。また VR 配信。